ダニ、カメラで船の守りを確認するのを忘れるなよ。飛び込む前にね。ここにリタがいたら大はしゃぎで笑って、とっくに船の間近まで迫ってただろうな。あんたのこと黙ってたなんて、リタがいたらぶっ飛ばすとこよ。死なないでよ、ウリオ。カメラか。逃げられないよ。クララ、船に乗った。いよいよだね。船を制圧したら遠慮なくあいつらの武器を使って攻撃してやりな。あのタレットは抜群の破壊力だよ。気をつけて進もう。何か聞こえた。間違いない。どうも。Thank you.
下手な鉄砲を。うるせえよ。一つ目か。簡単に言ってくれるね。終わった。ここを離れよう。ダニーのおかげで無事終わらせることができた。まだ終わってない。俺は船の全てを徹底的に吹っ飛ばすまでここに残る。終わったら連絡してフリオ。了解。ダニー、今から迎えに行く。クララ、どこ？クララだ。
のリベルタード、ダニー。ああ、見事な花火やったね、クララ。すごいよ。一緒にやったのよ、ダニ。間違えないで。アメリカに着いたらどうするつもり？金が貯まるまで友達のアレホとバイトで食いつなぐつもりだった。整備工場を開こうって、何もない中でいかにやりくりするかってことをアメリカから経済封鎖されて学んだし。それが夢なの？車の駐車係とか果物の収穫手伝いで日銭は稼げるだろうけど、アメリカ人の仲間入りはできないのよ。私たちにアメリカンドリームは起きない。じゃあそういうあんたは勝ったらどうするつもり？大統領でも目指すわけ？次の大統領は半年もしないうちに暗殺されることになる。それどういうこと？本当よ。あんたが掲げる自由選挙で解決されるんじゃないの？私はあんたが思うほどバカじゃない。この革命でヤーラが解放されても問題は残されたままなの。私たちが首都を制圧したらヤーラは大混乱に陥る。内戦、派閥と軍閥の争い、海外支援を受けたクーデター、何でもあり。当面はヤーラ人同士の争いが続くってことか？そう。この戦いは残りの人生もずっと続くの。今のヤーラは独裁と革命の循環から出られない。私はそれを断ち切る方法を示すつもり。夢というより使命感みたいだね。なんでそう思う？わざわざ選ばない人生でしょ。違うよ、ダニー。私に賛同しリベルタードに加わったみんながこの道を自ら選んでる。でもね、アメリカの巨大スーパーで棚に商品を並べてるあんたの姿は想像できるよ。うるさい。違う違う、制服着て名札つけてエプロンもつけたら似合うと思っただけよ。変な想像しないでよ。我が家へようこそ。しばらく留守だったかな。ほんと久しぶり。今夜はお祝いだね。悪い知らせが。どうしたの？フリオから連絡がない。真のヤーラ人は全員ぶっ殺す。お前らこそ敗北だ。いいか、真のヤーラ人と非国民を見分けるのはなかなか難しい。だが可能だ。真のヤーラ人は国への忠誠心こそ生きるために必要だと理解している。正義でもなく愛でもなく家族でもなく個人を超えたビジョンへの忠誠心こそが必要なのだ。クソくらいだ。国民はアウトキャストになりたがる。野良犬のように独りよがりで混沌と欺瞞にまみれている。だがしつければ役に立つ犬もいる。しかし決して言うことを聞かない犬もいる。例えばこのフリオ、クララ・ガルシア、リベルタードは処分せねばならん。パパ、もう十分でしょ。なら、お前がやる。楽園へと続く階段を進むのは楽なことではない。だが登りきることができれば、約束しよう。その先に阻むものはない。
フリオが死んだ証拠だ。天国でリタと会ってんだろう。約束だったね、ダニー。船が欲しかったんでしょ。ボロイがアメリカ人どものビーチまでは持つだろう。裸のデブだらけだぞ。行かせてくれるっていうの？嘘だね。チャンスはあったのに、あんたは裏切らなかった。勝利も生存も確約できないけど、この約束なら守れる。あんたはついてる。感動的ね。大抵落ちる。すごい仕事場ね。よし、早速始めるか。最高のスプレー元リゾルバー武器を作ってほしいなら、劣化ウランを集めてこい。ただし、ウランの隠し場所にはカスティロがご丁寧にも巨大な銃、つまり対空砲を配備してる。劣化ウランを手に入れたら俺の作業場まで持ってくるか、俺の仲間に渡してくれ。占領した国防軍基地にはチーム不安の人員を配備するから、そいつらに話しかけても在庫は確認できる。それとゲリラにはランクってもんがある。働き具合に合わせクララはお前を昇進させ、俺ももっといい装備を渡せるようになる。もちろん金も払ってもらうがな。革命中だ。ただでは何も手に入らない。それとゲリラの先輩としてのアドバイスだ。全ての瞬間を楽しめ。そして死ぬ時は笑顔でな。まだアメリカに行きたいのか。ゲリラになったら永遠にゲリラだぞ。不安、あんたのバックグラウンドは？俺は敗北と絶望の乳を飲んで育った。やがてラムと銃の女神に祈るようになり、女神はそれに応えた。ふーん、なるほど。道理で。サントアリオに戻り次第、銃と弾薬と新たな支持者を探して。カスティロは驚いてる、この調子で。
リベルタードにようこそ、ダニー。準備完了。いつでも行ける。さすがね。じゃ、ヤーラの解放と行こう。カスティロは軍事力と奴隷制でヤーラを支配してる。そしてヤーラを解放するには首都エスペランサを奪うしかない。首都奪還には国防軍の基地や検問所を叩くのも効果的だけど、何より重要なのはエスペランサを包囲してカスティロを自らの檻に閉じ込めること。うまくやれば国内の反体制派の力を結集してリベルタードの戦力を増強できる。具体的には3つの反体制派組織をリベルタードに合流させるの。ヤーラは政権の実力者が地域ごとに支配してて、個別の戦いを強いられてる。エルエステでは外国企業のマッケイ・インダストリアルがヤーラの資源を奪い、ベニテス大将が毒農薬の生産ラインを警護してる。でも67年革命のレジェンドならその流れを変えられる。今は山奥にこもってるけど、最強とも呼ばれるゲリラエル・ティグレなら他のレジェンドたちを説得してくれるはず。次にバレデオロ。ビビロ産業の中心地にしてプロパガンダ発信の拠点になってる。ここを仕切るのは文化大臣のマリア・マルケサ。ここには反プロパガンダ運動をしてる昔からの友人マキシマス・マタンザスがいる。彼らが声を上げれば反体制派はリベルタードに加わるはず。マタンザスはバラセラスで目撃されたのを最後に姿を消してる。軍より先に見つけて。そしてマドルガダ。カスティロの甥ホセが反体制派を奴隷にし毒まみれのビビロタバコを育ててる。モンテロって農家がホセに戦いを挑んでるけど、彼らはよそ者嫌いでね。でも情報によればコスタデルマーにいるフィリー・バルザガってメカニックが接触する鍵らしい。私だったらマドルガダから始める。モンテロと協力してタバコ農園を奪い返せばビビロを育てられなくなるし、まずはフィリーを探して。私はここから指揮をしてヤーラ中でカスティロに一斉蜂起を起こす。ちょっと待って、私一人の力で全組織をリベルタードに加えろっていうの？どうやって？戦略はシンプル。協力することで協力を勝ち得る。私が部隊や偵察を送るたびにいつも彼らは門前払い。でもあんたは政治とは無縁の最高のゲリラ。手を貸して。リベルタードが首都を制圧したらアントンの喉をかっきって血でも飲むことにするか。散歩に付き合え。ビーバーリベルタードボス。へいへい。最高のゲリラはあんたでしょ。気づかなかったか。どういう意味？鉛だよ。銃も撃てるし俺たちと酒だって飲めるが、生まれは真のヤーラ人の金持ち。上流階級の匂いは隠しきれるもんじゃないし、他の地域の奴らは疑念を抱く。だから何だっての？お前には政治の匂いがない。孤児で貧乏で、他の反体制派はそんなお前を門前払いにできないのさ。利用されてる。ああ、お前も利用すりゃいい。アントンを殺したいだろ。ヤーラの解放したいよな。でもクララには理解できない面が俺たちにはある。気づいてるはず。ゲリラなのさ。ゲリラにとっちゃちびりそうな奇襲とか鼻をつく硫黄の匂いとかが楽しい。大丈夫だ、誰にも言いやしない。ダニー、買い物していきな。
切られるようになるまで。敵思考も性別も人種も。買い物は？金は持ってるか？沈黙を打ち破れ。一級品が揃ってるぞ。聞いとけ。兵士を殺してるとカスティロの特殊部隊に狙われるぞ。何が特殊かは知ってるか？特殊な訓練を受けて。特殊な訓練を受けて重武装してるとか。つまらん答えだな。だが正解だ。警告はしたぞ。
どうも。何があったか調べてくるんだ。スケコーニョ、連合グレネードだ。まずThank you.
注意して進もう。これで敵が増えることはない。テロリスト集団のリベルターズのリーダークララ・ガルシャについて話をし、あの女は自分も諸君と同じ民衆の一人だと言っているが、真実はどうか。あれは嘘で塗り固められた。クララ・ガルシアは
祝福だ。
誰か武器を、注意が必要だね。ゲリラやリベルタードだけでなく、怪しい市民の動きを見逃さないように。ヤーラの法律に違反する行為を発見したにもかかわらず、